こんにちは、エイドです。今回は、皆さんご存知、ナインジェさんの、バックハンドについてお話をしていこうかなと思います。一応これ今皆さんが見てる映像っていうのはバックハンドを中心に練習をしている映像なんですけども、後半の方はフォアバックランダムでラリーをしている映像もあるので、ぜひ参考にしていただければなと思います。でですね、バックハンド昨日バックハンドの打ち方の映像、動画と、おとといに僕が見てる方の、バックハンド映像を見ていただいたと思うんですけども、ここを見てますよってことで、じゃあナインジェさんのバックハンドはどうなんだっていうことで、改めて紹介していこうかなと思います。ナインジェさんのバックハンド、僕が言ってるのをすべてもうやろうとしてる状態ですね。1番で、動きの割れを作って、体のターンをしやすくするのと移動しやすくなる状態を作って、かつ腕の助走を作れる状態。これが一番って、結構皆さん何のためにやるんだろうと思う方もいるかもしれないですけど、楽に振れるんですよね。一番があるかないかでその後の楽さが全く違うので、一番は必ず、作る必要があります。でその後、テイクバック完了ですね。テイクバック完了でこの左肘が開いて左脇が開いたようなこの状態を作り出すと、左の肩がよく動くし回るので、これを利用して、楽に振れるんですよね。よく片手バックは力が入らないとか力がないと打てないんだっていう方もいるかもしれないですけど、片手バックの方がむしろ左手がスロートの部分持ってるんでラケットの先っぽを両手で持ってる両手バックの楽なはずなんですよね。なので、1番がちゃんとできてテイクバックこの状態ですね、左脇がこのこういう状態を作ることができれば、片手バックっていうのは本来めちゃくちゃ楽なので、両手で同じ動きを使用したら、開けすぎて振りにくいんですけど、片手の場合、両手が離れてる分、肩が動きやすいので、楽ですよってことで。で、そのテイクバック完了できたら、あとは円を描くように振れば、自分の力で振るというよりは、振り回されたような、そんな状況を作り出すことができるので、参考にしていただければ。で、あとは、打ち終わりですね。打ち終わりで、ラケットの先っぽをピュンとこう振るようなイメージではなく、ラケットヘッドを立てて、かっちりして終わるような、腕を振ったスピードとラケットを振ったスピードができる限り同じぐらいのイメージで振れるとボールのばらつきは減らせるし楽にボールは飛ばせるので、なんていうかな、ボールをバチンと飛ばすよりは重さが寄りかかるように打てるんで、楽に飛ぶこの感じっていうのを、そうね、皆さんも練習する上でイメージができればと思います。で、ナインジェさんのこのラリーを見てて、皆さん気づいてほしいなと思うのは、テイクバック完了がこうなることもあれば、これ今左の肘が当たってます。こうなることもあれば、こうなることもあるんですよね。肘が低いまんま手を上げちゃうことがあるので、これがナインジェさんの癖というか、出てしまうことがあるので、このミスが出てきたときは失敗することが多いです。右腕が重くなるような失敗することが多いので、皆様のテイクバック完了の状態っていうのは、ポイントになってくるかなと思います。とりあえず今回見てほしいのは、1番をちゃんとして、1番っていうのは、自分の体は左に向いてるんだけど、腕は右側に取り残されてる状態。で、その後の2番、テイクバック完了の状態。で、あとは打ち終わりかな。そこの3つの部分を見ながら、こういう風に片手バック打てばいいんだなっていう、一つの、目安とできればと思います。でもちろんいろんな方いるので、その人によって、ゴールはこうさせたいんですけど、その人によってどういう意識でやるとこの形になるのかっていうのは全然違います。なんでフォアでも分かりますよね。そのドッグパッドをやろうとやればいいんだっていうのは分かってるんだけど、いざやろうとしたら難しいっていうのと一緒で、片手バックハンドも、こうやればいいんだっていうのは、分かったんだけど、いざやろうとしたら難しいので、そこはね、やっぱりなんていうかな、インプットは大事なんですけど、情報を取り入れて自分の頭の中に乗せるのは大事なんだけど、アウトプットの方が大事なんで、自分の頭で分かったことをどうやって体で再現ができる、体現できるかな、体現できる状態を、作れるかなっていうのは大事なんで、皆さん必ず映像を見たから、映像を見て、いやこれならみんなできるでしょと思って、いざやったらあれ結構難しいってなると思うんで、その結構難しいってなったら勝ちです。そうなってしまえば、あとはもう、じゃあ俺はどうやって練習すればこれになるんだって試行錯誤すればいいんで、特にですね、その
なんていうかな、その YouTube って無料ですよね。YouTube 無料なんだけど、レッスンは有料っていうのは何の違いかって言ったら、アウトプットをできるかどうかなんですよね。その、情報って本当何の意味もなくて、情報を知ってたとしても、分かってると、できるっていうのは全然違うので、できさせるためには、アウトプットが大事なんですけど、その正しいアウトプットをしたいときに、一人では正しくアウトプットできない方多いので、僕が見てますよっていう感じなんで、あ、そうなんだなと思っていただければ。で、今、最後の方で、フォアバック、ランダムでやってもらってます。まあ、何日だ、この前、サーブを見せたと思うんですけど、まあ、サーブもあんな感じで言ってて、フォアとバックも混ざったら、こんな感じなんだなっていうイメージだけ、つけれればいいと思うので、もちろんランダムになると、いつもの感じから崩れてくることも多いんですけど、まあ、崩れる中でも、一生懸命そこをやろうと思ってると、こんな感じで当たり前になっていくので、皆さんも、なんていうかな、自分で練習するときに、参考にしていただけると嬉しいかなと思って、今回の動画を作ってます。ぜひ参考にしていただければと思います。そうですね。まだまだ言いたいことはたくさんあるんですけども、今こうラリーが続いてますよね。続いてるんですけども、本当この方僕がこのラケットでボール行きますって渡すと手でこう掴めないっていうぐらい、ボール球技が苦手、運動が苦手っていう方なんで、そういう方でも。こんな感じで、綺麗なフォームでホワイトラリーをこう続けることができますよっていうのが、皆さん参考になれば。とにかく僕の目標っていうのは、じゃあ何インチさんに、全国大会目指しますよとか、そんなんじゃなくて、なんていうかな、何時間手にしても何年手にしてもなるべく疲れない、もう絶対疲れないとは言えないですよ。疲れないとは言えないんだけど、普通の頑張って一生懸命やってる人よりは楽に手にしてると思うんで、この楽にしてるテニスっていうのが、当たり前になっていければいいかなと思っています。まあ、そんな感じで、今回はナインチさんの、バックハンドの紹介とともに、フォアバックランダム、どっちも、やってる姿っていうのは多分今まで見せてなかったかなと思うんで、紹介してみました。本当ね、ナインチさんすごい素直なんで、もう本当こう、なんていうかな、疑いなく、しっかりやるっていうのは、いいと思うそうです。よく僕がこう、これがいいですよって言うとしても、いや、俺にはこのやり方が合うからとかあると思うんですけど、そういう方ほど全然上達してないんで、本当なんか、そうね、もう本当にこう、素直に、もう、この、なんせ、一本道通ってほしいなと思うんだけど、なんかわざわざ自分から、上達から離れていく方もいるので、皆さんはそんな風にならないように、気をつけて、頑張っていただければと思います。そんな感じで、今回の、動画は終わります。参考になったって方は、いいねとコメントと、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。今毎日2本、YouTube 上げてるし、ラジオも1日5、6本ぐらい上げてます。はい。毎日頑張ってますので、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。じゃそんな感じで、今回の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く、効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい、もう自分はこれ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。